米大リーグマリナーズマイナスエンゼルス7月10日日本時間11日シアトル T モバイルパーク世界中の野球ファンのとぎもを抜いたエンゼルス大谷翔平の特大33号ホームランについてメジャーリーグアナリストの福島良一氏が普通だったら150メートル級と 463フィート、約141メートルという飛距離について。他球場であればさらに遠くまで飛んでいたと分析した。前日9日、日本時間11日の第2打席。スタンド最上段に飛び込む一発を放ち。ファンだけでなく、チームメイトまで驚きの表情を浮かべた、大谷翔平の33号。 日米のメディアでも圧倒的なパワーだと大々的に取り上げられたがこの飛距離について福島市の見解は少し異なっていた福島市どでかいと言っても約141メートルですよねそんなにびっくりする距離じゃない普通だったら150メートル級です T モバイルパークは海の近くに位置しており 海の近くで湿った空気が打球を飛ばなくすると解説。この球場はメジャー30球場中。最も飛ばないと言われています。例えば昨日のホームランがオールスターの舞台、クアーズフィールドだとします。標高1500メートルに行くと10%アップすると言われているので、509。 3フィート。約155メートルに相当しますと、150メートルを楽にクリアする超特大弾になっていたと語った。ホームランダービーでも優勝候補の筆頭に挙げられている大谷翔平。本番では、本数以上にどこまで飛距離を伸ばすかにも注目だ。大谷翔平。 第2打席まで至急、死球二投失敗。左ヒ3試合連発34号で、キング独走なるか敵地、マリナーズ戦に、2番、指名打者で、先発出場マリナーズエンゼルス、日本時間11日シアトルエンゼルスの大谷、翔平投手は10日、日本時間11日。敵地のマリナーズ戦に、2番、指名打者で、先発出場した。 初回の第1打席で子宮を選び、4回の第2打席はサヒだった。3試合連発となる34号本塁打に期待がかかる。試合はマリナーズが4回に1点先手点を奪った。今季7勝を挙げている右腕、フレクセンと対戦した。初回1手は子宮で出塁したものの、続くオルシュの打席で、 二投失敗。四回無視一塁は、チェンジアップでサヒに打ち取られた。リーグの本塁打大争いでは2位の、ブルージェイズ・ゲレーロ・ジュニア。と5本差。単独トップを走っている。試合前まで87試合で33本塁打は、シーズン61発ペースだ。6月15日。 同16日の敵地、アスレチックス戦から21戦16発と、アーチ量産中。大谷翔平のバットから目が離せない。大谷翔平。第2打席は、左非参戦連発は許さない。マリナーズ先8分投げ10日、日本時間11日 MLB マリナーズ、エンゼルス、シアトルエンゼルスの大谷翔平選手、27、は、2番。 指名打者で出場。1回の第1打席は一死から死球を選んで出塁したが、その直後、二刀に失敗した。4回虫1塁の第2打席はフルスイングの空振りでスタンドを沸かせたものの、結局はレフトフライだった。 大谷翔平は9日の同カードで2試合連続となる33号本塁打を放っており。これは、米国外出身者に限れば1998年にサミー・ソーサー・カブスに並ぶ最多記録。その更新に期待が高まっている。MLB 記録は2001年のバリー・ボンズ、ジャイアンツの39本。大谷翔平。 一打席目から、メット飛ばしのフルスイングネ年のファンは、長島リスペクトと興奮エンゼルス大谷翔平投手が、2番 DH で先発出場を果たし、第一打席はフォアボールで一塁に歩いた。前日は、スタンド上段まで約141メートルの特大33号を打ち放った大谷翔平には、 一回一死から登場すると、敵地ながら早くも多くのファンから歓声が上がる大人気ぶり。今季一本、ホームランを打っているマリナーズの先発、フレクセンが、急速を落とした変化球で攻めてくるところを積極的にスイング。三球目には、外角低めに落ちるチェンジアップを強振すると、思わず、 ヘルメットが飛んだ。当たれば、即、スタンドインを予感させる豪快スイングだけに。ファンも一球ごとに一一、一気一遊視聴者からはヘルメットが落ちたことに、顔小さいもんな W という声が見られるほか。日本球界のスター長島茂雄氏の有名な、メット飛ばしの写真をイメージしてか、長島リスペクトという声も多かった。 次のオーディオビデオでお会いしましょう。